あ、準備できました。はい、でこのちょい、あ、この辺りからかな、向こうに越えて、はいはい、で時計回りにぐるっと回ろうと。トイレ行きたいですね。どっかないかな。あ、あった。トイレに行ってきます。これが12月29日、すごいな。あ、この上足しげっていうのはなんか島の観光案内に載ってた。上足上げ？あ、足上げか。足しげじゃなくて足上げ。で、こっち過去で読みは書いてあるのはいいんだけど、またオランダバカだ。オランダバカ。本当だ。
民宿は全部ゲストハウスって略してあるな。よし、じゃあその神足上げってとこ通ってから行きましょうかね。この道かな。ここに干してある。これか。あれ、どれだ。これですかね。何の文字も書いてないな。あ、あった。あ、これだ。神足上げ。結局これは何のわらぶきなんですかね。おお。すごい。これは iPhone パノラマで下から上に撮れるんじゃないかな。こうして、おお、撮れた撮れた。これはフォトシンスだな。目合わせ激しすぎて厳しいかな。よいしょ。うんか、フィニッシュ。説明ないですね。あとこれ構造がどうなってるかもわからない。ん？あ、中に入れるけど、はって入らないと入り口ないですね。なんか宴会場みたいになってる。宴会場というか畳敷きの。中でなんか神事みたいなのやるんですかね。昭和28年、ん？
昭和47年2度、亡き映像史により改築。あ、かか。平成11年11月に新築。よしよし。お待たせしました。じゃあこっちもすごいですね。よく見たらカーブミラーも何もないな。すごい、なんか畳が全部出してありますね。すみません、特にまっすぐ行かずにジグザグ走ってるだけです。この辺りの感じですと、ツイッターで。島尻地区の年末畳が畳が干してあります。
よし。ネタバレなんだ。てか普通の家もそうなんだっけ。で、じゃあ超えるかな。ダメだ、地図がない。これ何の畑だろうな。サトウキビじゃ ないように見える植えたてのサトウキビかもしれないけど、でもここはサトウキビに見えるな。なんかあそこすごく登ってる道ありますね。あれ一体どこまであんなか走っていくのか。さて西側に出たので走りますかね。魚の色がすごい。もずくひびたて式。
モズクトック第14号。ひとえぐさひびたて式って名前。ひとえぐさ、ほんとだ。ひびたて式っていうのは式で終わってるけど何を指してるんでしょうね。取ってはいけない魚介類の中で海人草、まあ何かの魚か海藻かなんでしょうね。うん、ひとえぐさは海藻で、イシミーバイとかはどれかわからん。あ、貝か、違うか、あれイシミーバイ書いてない。あ、これ後ろがつけてんのか。やった。うん。こっち側も一応電線は全部通ってるんですね。え、あ、電線が。
の向かい風。向かい風ですね。水の森坂だったら風が5歳になるんですけどね。前泊まりってとこがフェリー乗り場のあるところで、はい、今日泊まるあたりです。結構あれですね、横断する道もあるんですね。ええ、割と平らで。このところポコッと山っぽけこれ風がなかったら結構暑いな。晴れてるし、
中ぐらいのが多いな。うわ、小さいのが逃げた。あそこ、ゴロ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 転がってる。昼寝中の。小さいな。おお。一匹がびっくりすると全部同時に反応するんですね。あ、なんかウリ棒みたいな模様がまだあるやついますね。まだっていうかずっとあるのかな、あいつは。餌あげてる人いるんですかね。こんなに愛らしいけど食べてしまう。おう。ここで日向ぼっこしてる小さいのがかわいい。で、向こうの一匹だけ反応せずに寝てますね。電波来てないかな、これは。そっちはアニフォンの画面見るだけでわかるんですね。一本に一本よいしょ。結構広いな。
わー白い。これは海水浴場じゃないんですかね。そうなんでしょうね。この白い浜が。こんなに風がなければいないな。ため池かな、これは用水池みたいな感じですね。帰るかな。今頃カエルなんて冬眠してる時期なんですけどね、うん、昼間に鳴いてる。これもなんだかわからない。
ハワイを行ってみますけど、思ったよりアップダウンだいぶ少ないです。もっと結構デコボコしてるかと思ったら、まあでもこの辺りだけかもしれないな。なんとか漁港かな。まだ先か。この景色もいいな。あとは左側に海が広がれば、そこでまたツイッターでもしようかな。ツイートしようかな。ちょっとここで出っ張りがあるんで、漁港だと思うんですけどね。
なんだろう、漁港だよな。船があんまりないな。出港してるのか、元からあまり使ってる船が少ないのか。うん、でも漁港だよな。この感じ。うお、カニ。カニがいっぱいいる。いっぱいでもなくて3匹いますね、そこに。カニ。でもって船虫が全くいない。そういえば。沖縄船虫いなかったりするのかな。青森県では船虫に満ち満ちた小屋で一晩過ごしましたけど。中でテント張ってシェルターにしたら、上からテントの上にボトボト落ちてくるんですよ。あ、人いる。なんか船少ないですよね、ここ。よ、え、あ、なんかあるわけじゃなくて。何でしたっけ、どこでしたっけ。ああ、まあ海沿い走ったから結構漁港っぽいところ言ってますよね。なんか焼いてるみたい。今日は夕方まで走ったとしても、まあ、夕方には多分ならないでしょうけど、最後に向こうで終わると夕日が見られない。あ、夕方近くになったら、そしたらどっかで島横断してまたこっち側に来てみればいいんじゃないですか。そうですね。とりあえずぐるっと一周していったら、泊まるとこに荷物置かせてもらって、これは、あ、これまっすぐ行くと向こう側に出ますね。しかも意外と短い距離で。ここでも1キロか 1.5 キロぐらいしかないんだ、向こうまで。見事に山がないですね、ここだけ。そうですね。
します。なんか雨季の跡だ。雨季跡だけど雨季を下地に絵が描いてあるんですね。結構この雨季の形を生かしてカエルとか作ってるとこあるんですけどね。じゃあここの写真をツイートしようかな。よいしょ。ちょっと今ここ走ってる写真ツイート、ああダメだ、さっきも言ってないや、豚ツイートも言ってない。あ、ですか。あ、じゃない。さっきよりマシぐらいですかね。あんま変わんないっす。ああ。まあ、ツイート、投稿だけしとくか。こんなところを走っております。行かないな。青い。行かないな。ダメだ。画像が投稿できない。あ、なりました、圏外で。青草道コイルだな。コン。高価な文字で言うと、コン、青、水。水だと分かりづらいな。やっぱりコ。
本青草道草山岩山山山山山行かない、文字も行かない。電波ダメですね、全然。よいしょ。これはカムビラの痕跡か。どうやったらこんな状況に。そろそろメディア容量減ってきたかな。お、まさか自転車とアウトは。まさか。まさかですよね。いや、ありえますよ。いや、ん？いや、そうですよ、きっと。やっぱり。まさかと思ったら。気をつけて。ママチャリで一周するのかな。あ、これは形をそのまま使ってありますね。赤いやつ伸びた？いや、ドラえもんじゃないですか。伸びたっぽくもある。なんかすごく伸びた要素入ってませんか、あれ。あ、上の方には C さんもいますね。あれ C さん？のび太の上、小さいですか、あの顔は。ただの妖怪じゃなくて、一番上がなんか親父っぽいですね。目玉の目つきの悪い感じ。なんか地味にこんなとこにも。これ植物とどういう関係になってんだろう。乗ってるだけ。あ、じゃなくて鉄杭が突き立てて隣に木が生えてるだけなのか。支柱代わりにしてたなんちゅうことはないですかね。巻きつけてあるようにも見えないですし。ああ、こういうのありがたいな。こういうところで弁当食うと。しかし椅子引く。何この椅子の低さ。正座用か。これ正座して食べるようかと思うんですけど。
この感じは。おお。なんかずっとこれが続いてる。ギターがありますね、ギターが。うん、どれですか。あ、ちょっと今隠れちゃいましたけど。あっちにも結構ギターっぽいのありましたよね。あ、ギターだ。ギターギターラ。海ギターラ。あ、人がいる。ん？足元がなんか白いものがついてる人がいる。なんだ、白長靴か。おお。何詐欺だっけこれ。あ、そっち近いとこ飛ぶな。逃げないなぁ。
詐欺の類だいたい用心深くてあんな近づけないんですけどね。あ、白長が映った。靴履いてるからなんか量かなんか。ん？何撮ってんだろうな。お、灯台が見えた。手登ってんな、ちょっと。あ、こっから先結構でもないか、向こう道下ってるな。あ、そうか、違うかな、デジコメでパノラマできるかな。
ダメだな。弱。え？あ、見えますね。今隠れたけど。先の方に灯台が見えましたね。ええ、見えてましたね。あれは名前まだわからない。何灯台か。おお、風強い。仏ヶ浦みたい。ちょっとタイムシフトの、ええ、録画って、まあ、録画っていうかタイムシフトの映像って、ええ、ダウンロードできるんですか？あ、ダウンロードできます。ツール使って。あ、専用のツールを使って。ええ、なるほど。ただブチブチ切れる放送はそれが全部別ファイルになるんでめんどくさいです。あ、なるほど。だからあの YouTube に上げてるヤード放送なんかはそれを組み合わせてるんですよね。あ、無常未知、水と書いて水？あ、無常じゃん。雲上水。無造水と書いて雲上水。溜まってないのに水が湧いてくるってことかな。それかあそこのあたりの岩の名前なのか。これどこのこと言ってんだ。商工会役場って。これ瀬戸でやらなきゃダメだな。商工会役場の看板で商工会方面。商工会方面。役場方面。
商工会ってのはどこのことなんですかね。この島の商工会、役場方面。おお。これ拾ってらないな。降りてみますか、休憩がてら、はい、休憩がてらあそこで。休憩がてらもなんも散々休憩してきてるけど、まあそれはそれ。北海道っぽいな、なんだか。青森でもなんかこんな景色あったし、風が厳しいとかこんななるのかもしれないですね。木が生えてないんだ。あ、結構斜面は補修というか補強してあるんですね。西熊谷洞窟。洞窟があるの？この辺かな。ちょっとヘルメットも脱がしていただいて休憩かな。あー、すいません。ごめんなさい、完全に今の僕が悪い。まあこっちは電子機器つってもこの辺は大体大丈夫ですから。よいしょ。大丈夫です。
あ、大丈夫ですよ。あの、割れたりするもん特にないんで、レンズが傷ついたりとかそういうのだけが、でそれはもう傷、この中にごちゃごちゃ入れまくってるから傷つかないようにしてます。それ一人でもしょっちゅうやらかすから茶飯事です。よいしょ、うん、ふう、カメラこっちを行って、じゃあそれを使ってそうですけど、言われましたね。兄弟かって言われたんですか、あれ。ああ、みたいですね。ああ、そのバイクのこと
帰る日やったな。北欧の方行った。ああ、シーズが面白い。今回とか言ってる。そう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 。ムンクさん、フィヨルドの声ってやつ。フィヨルドの声ってやつ。どこから持ってきたの？最近なのかな？最近見たのは、国内の西日本方面に向かう、なんか、電車。ああ、ありましたね。はい、途中でなんか、僕がハマってるのを用意してなくなって、いいよね、やめたんで。ああ、ハマってるんだよね。あ、全部取ってやるんですよ。多分。でも、うちはコピーする、持ってないから、うちの環境でしか見られない。準備できたら、簡単に、そのまま貸したりできるんですか？はい。あと、ナスのメイクは iPhone で見られるアプリができたけど、そんな時まだ全然。ムークはそんなないんですよね。楽で気持ちいい。
ですね。